こんばんは、皆さん。こんばんは。あ、うまい。こんばんは。こんばんは。みなさん、こんばんは。2日前ぶりですね。こんばんは。なんか今日肌めっちゃテカってない？なんだろう、これ。でも肌が今潤ってるってことだね。久しぶりな方もいるのかな。こんばんは。お風呂上がりなんだよ。いいね。まだお風呂入ってない。お腹いっぱい、今眠たい。もうお腹いっぱい食べ過ぎちゃった。苦しいです。いっぱい食べれるって幸せだね。皆さんこんばんは。もうね、今日は学校行ってきて、ちゃんと遅刻せずに行って、ちゃんと最後までやって、残ってちょっとだけ勉強してきましたと。さと、今日のそれが一日でした。毛の量が一昨日より増えてるね。違うんだよ、これ広がってんのよ。なんかね、結んでたのさっきまで。でもね、どうしてもね、下ろしたくて、下ろそうとしてアイロンかけたんだけど、やっぱね、一日中結んでた髪をまとめるのって難しいですね、下ろすために。こういう感じで。だから髪暗くない？今日こんなことない？すっぴんすっぴん、めっちゃすっぴん。やばい。今日は叫ばずに勉強できたん？今日は普通におしゃべり、友達とおしゃべりしてたんだけど、普通に盛り上がって大声で笑ってたりしましたけど、まあそれ普通にキャーって意味わかんない叫びはなかったです。目が綺麗、ありがとう。たい焼きくれてる、ありがとうございます。どんな話で、なんか本当にしょうもない話で、私今日ね、めっちゃ恥ずかしい出来事があってね。私の学校って3時間目が終わったらご飯なんですよ。で4時間目、5時間目、6時間目ってやるんですね、ご飯食べてから、でお昼食べて体育だったんですよ、4時間目が。で、おとといより可愛い、なんかありがとう。体育でもうお腹いっぱいな状態で体育するから、そもそももう疲れてさ、もう語源なんてさ、眠いじゃないですか。での原文なんですよ、現代文。一番現代文って眠いじゃないですか。でも現代文やばすぎて、でそれでなんか自習になったんですよ。その自習っていうか問題解きみたいになって、その時間がめちゃ眠くて、でも寝ちゃダメだ、寝ちゃダメだって今こんな感じ。もうずっとこうやって白目向きながらめっちゃ頑張ってやってたのね。でもう無理だったの、自分の中でもう無理だってなってたんだけど、頑張ってこう、ね、こうやってもうそのままガチで寝たらもうアウトなの、自分の中で。なんかそうやって寝た時はおしまいだって思ってたから、それは絶対にしないと思ってて、でも限界が来るじゃないですか、やっぱ人って眠気に勝てないじゃないですか、どう頑張っても。だから勝てなくて、こうやってなって寝ちゃったんだよね。で自分でパッて目覚めたので、今絶対白目向いてたーと思って横見たら、隣の子が見てたの、首のことで爆笑してんの。白目の瞬間見られてたのね。もうめちゃめちゃね、恥ずかしかったね。めっちゃ笑われてね、白目向いてたって言われて、自分でも分かって目覚めたの、白目向いたって思ってパッて目覚めたから、もう恥ずかしくて恥ずかしくて、白目向いてたこと、見られてたことが、もうね本当にびっくりしたね。そう、意識が遠のいてて、白目向いちゃった瞬間を隣の子に見られてて、もう恥ずかしすぎた。今日学校の体操服なんだね。違うよ、これなんか家にあったやつ。何なんだろうこれ、誰の？お兄ちゃんのかもしれない。お兄ちゃんこんなちっちゃいの着ないから、ぴったりだったんだけど、何なんだろう。
ね、僕は人生で一度も眠気に勝利したことはありません。一緒です。でも、ね、チョコラ BB を飲むとね本当になんか目覚める気がしてね飲むんですけど、よく今日は買っていき忘れたので、今日はお弁当です。今日はてかいつもお弁当です。お昼はママが作ってくれます。白目やってやだよ、恥ずかしくん。今日も昨日も明日も可愛いよ、ありがとう、優しすぎる。たらこスパゲッティは好きです。好きです。そう、ハート書いてて可愛かったよね。あのね、今日インスタのストーリーにあげたんだけどね、お弁当にハートが入ってたの。あのね、初めての出来事でした。あのピンが入ってた、あのね、たこ焼きじゃない、あの卵焼きにね刺さってたんだけど、いつも刺さってなかったから、無事今日はこうやってありがとう。チョコラは口内できた時ね、わかる、チョコラ BB ね、あのチョコラ BB の、 あの薬はいつもそう口内できたりしたら飲むんだけど、あの飲み物の方なんかね美味しいのがあるんで、まあ美味しくはないんだけど、比較的そういうなんていうの、エネルギードリンクっていうの、なんていうんですか、そういうのってエネルギードリンク、もうエネルギードリンクっていうんですか、なんていうんですか、なんだっけ、ね、エナジードリンクか、なんかそういうさ栄養がたくさん入ってるやつ、エナジードリンクかなに、で美味しいと思ったものはそれ、チョコラビビのそれぐらいですね。疲れた時にみたいな飲めたんだけど、あれ別にカフェインが入ってるわけじゃないと思うんだけど、なんかねあれ飲むとね本当になんか寝ないんですよ。気持ちの問題ももちろんあると思うんですけどね。グレープフルーツ味とかそんな感じの味だった気がする。多分翼を授ける系はね、あのあれはなんて言うんですか、もうまた別ジュースだからさ、あキレートレモン美味しいよね。もうキレートレモンは全然眠気覚ましにならないんですよね。レッドブルとかさ、モンスターとかはさジュースじゃないんですか、だって美味しいじゃんあれ。全然普通に宝盛りあるのは飲まないです。あでも鉄期間はあの飲みます。もう徹夜なんで、ほんと毎日4日間徹夜するんで、ほんとにほぼ、まあ、徹夜30分とか寝るんですけど、でもほぼ徹夜状態で行くので、午後眠気、あの眠気がやばくなる寸前に飲むといいよ。あのね効き目切れちゃうんですよ本当に、お手洗いに行くとそうだから、そう循環され効き目が後々くるよとかじゃなくて、多分即効性のあるものだと私は思っています。チョコラビービーは特に、なんちゃエナジードリンク効かないって言ってた。でも気持ちの問題もめちゃめちゃあると思いますよ本当に。気持ちの問題、あの本当にあります気持ちの問題は。うん、私もでもテスト前とかのそのエナジードリンクそのレッドブルとかは飲んだ時は本当に寝ない。そうだから、まあ、気持ちでもうあのそのエナジードリンク飲んだから大丈夫ってなってるとこ面も、まあ、もちろんあると思うけど、本当にでも効くと思います、うん、だから皆さんにおすすめです。眠気がやばい人、睡眠打破飲んだことない、さすがにそこまでしてまではないかも。でも今回のテストはやるかもしれないレベルで、本当にちょっとやばくて、うん、レッドブル朝飲むと一日いいね。それ徹夜してテスト中に眠くなってない、あのねテスト中はめちゃめちゃ集中するから大丈夫なんだけど、そうでも
あの集中が途切れた後だから一回家帰ってきて寝ちゃうんだよね、そういう時って。徹夜またすると思って、じゃあ例えばお昼ぐらいに終わって帰ってきて2時とか3時とかでしょ、ご飯とか食べたら、そっから5、6時まで寝るんだよ一回、私の場合はね、テスト期間で。眠いと頭に入んないじゃないですか。だから5、6時まで寝てもうやる気を出すしかないと思って、その飲んでエナジードリンクで朝までやって、お風呂入って学校行くみたいな。あ、寝てお風呂入って、あ、お風呂入って30分寝て学校行くみたいな生活です。テスト秒で終わらせて、テスト中にしたかもね、うちの学校寝たら怒られる の、 あの点数引かれるんですよ、何回も注意されると。だからね、寝れないんです。無音で勉強できると、私逆にね、無音じゃなきゃできないんですよ、集中。数学とかは音楽流しても全然できるんですけど、暗記系は一回無音でやって、でその後あの覚えたなと思ったら、まあ音楽かけても大丈夫だけど、覚えるまでにね音楽をかけることができない。リンクちょうだい。寝たら頭に残るから寝る前にやった方が効率。でもさ、眠すぎたらそもそも頭に入らなくないですか。でもその後寝るので、まあきっと大丈夫ですし、でもテストはまあそれなりの点数取れてるんで、まあ正解なんですよきっと。ダンスや歌詞覚える、歌詞も覚えて、ね、歌詞は覚えてから寝ます。で朝起きてもう歌うみたいな感じ。あー、明日は頑張ってね、お仕事。大丈夫。なんで今日なんかセント君って呼ばれてる気がする。何回か睡眠学習私できないんですよ、私は勉強向いてない。ああね、もテストはもともと全ほどほどにやって、前日は別に友達と山張って、わかる、山張るよね、やるよね。私はでもね、めっちゃ山張るの得意ですよ。あのさ、ノート写すってさ、私覚えながらできないんですよ、ノート写すのって。時間がかかりすぎちゃって、だからそう一回適当に写してもう覚えなきゃいけないところパッと覚えるってやつ。下敷きで会うたりしてて、私はしません。そう、私、皆さんが私思ってる以上にヤマハの得意ですよ。めちゃめちゃすごい、私の山の張る打席率っていうの。頭、何色で描いたら頭に入る、何色と頭が混ざって頭になった、何色で描い、青って言われてますよね、描くときは。うん、覚えたのはどれぐらいで忘れる、本当に嘘偽りなしに1日で忘れます。黒一色、私は友達のをよく写すので、その子に合わせます。あ、一緒、くるみも教科書の太字にマーカーつけて、あの赤シートで消えるマーカーで切ります。あ、切りますじゃない、もうダメだコメント読んでたらなんか違うコメントに釣られちゃう。あ、打率ですね打率ね、打席じゃなくて打率ね。教科書丸暗記すればええやん、無理なんよそれが。だからちゃんとあのやんのよ、山を張るんですよ。山、テストの山を張るポイント抑えてるの、抑えてるんじゃなくてね、当てるんですよ私は本当に。それをたまたま、例えば教科書読んでて
まあ、ここなんか先生が何気なくこう言ってたなとか思い出しながらやるけど、正直私メモったりしないんですよ、授業中に先生が言ってた言葉とか、あの先生がノートに書いたことだけをノート私も書くので、覚えてないけど、とりあえずまあこんなことやったなと思いながら、ここのページだったらこれを覚えた方が良さそうだなっていうのを、まあ、1個か2個が貼るんですよ。とりあえず1個か2個でノートかとか、まあ、プリントとかに書いてってみたいなします。私は得意です、そういうのが。それが賢いんですよ、全部は覚えない。だから逆に違う問題が出たら答えられないとかもあります。あそこはちょうど見てはいるから、なんとなくね文字は見たことあるの、そこの文章とか。でもちゃんと覚えようと思って覚えてないから、うわーそれ見落としたわーってなる時ももちろんあるけど、まあまあ当たります。でもそんな感じですよ、みんなそうだよきっと。私は今までで全部外れた時、英語とか私は外れます、外れまくります。英語がダメなんですよ本当に。英語はね理解ができてないからね、山を張ることすらもできないんですよ。今日定期テストだったの、お疲れ様、早いね、大変だ。クリミが書いたノート見てみたい、持って帰ってきてないから無理です。持って帰ってこようかなと思ったんですけどね、もうやめました。授業しっかり聞いてたで、私は授業でほぼ覚えてないです。授業じゃ覚えられない、自分で勉強します。どんな風にノート書いてるの、普通ですよ、みんなの顔写します、写してるやつ。英語一番た方がいい教科だね、もう将来使えるよね。私は全然英語が一番できない。お、かわいい、さくらんぼありがとう。私は置き弁です、置き弁してます、ペンライトも。シャーペンは 0.3 です。 0.5 だったかな、お友達におすすめされて買ったペンなんで、無印のこれ、無印でも見て、なんか書いちゃった、ここに、なんでだろう。3です。でももうないんだよな、これ買いに行かなきゃ。でもさ、私買いに行かなきゃいけないもの多すぎてさ、もうあと2本しかない、無印のこの、2本で遅いかも。あー、もう糊も買ってない、私もやんなきゃいけないことばっかり。わーすごい、勉強頑張ってるね。サインペンいっぱい持ってるよね。持ってない、私の筆箱新しいの欲しい。もうねこれ古すぎて、お姉ちゃんのお下がりでもう可愛くないから。お姉ちゃんに欲しいってもらったのに、もうなんか可愛くなくなっちゃった。これがもうない。これ見てすごくない、これね消しゴムなの、ペンみたいな消しゴム、普通の消しゴムも欲しいけど、これ消しゴム。パンダのやつはねあるよこの中に。パンダに戻そうかな、またあり。それもこれがあれ、これで消すと文字を赤シートで消えるんですよ。すごくないですか、これは赤シートで消せる。これはシャーペン、これ 0.5mm、 これはね名前が書いてくれました、ファンの方が名前が書いてある。すごくないですか、これ 0.5、 しかもだいぶそう。修正テープちょうどなくなった、今日なくなったものが多すぎる。これはハサミ、ハサミ、これもう切りづらくなったので、そろそろこれも買い置きだなと。これは高1から使ってます。これは誕生日プレゼントでね、持ってないって言ったらくれました友達が。
して、こちら無印のこのペン書きやすすぎます。これ私だから全部シャーボールペン系この無印の一本に書いたいけど、これにすると筆箱を大きくしなきゃいけないからいっぱい色ペンで使うじゃないですか。あ、このペンもありますが、こっちはちょっともうなんか書きづらくて書きづらくて仕方なくて、こちらに移してしまいました。今無印好きだねって言って、いや好きじゃなんか好きじゃなかったっていうか、あんまりあの私文房具にこだわったことなかったんですよ本当に。でもなんか友達にお勧めされて無印を手に入れました。無印の良さを知りました。でマッキーペン、みんながいっぱい聞いてくれるかいっぱい話しちゃう。あ、このペンももう捨てなきゃ。私あんまりさ、あの筆箱の中を整理しなくてさ、捨てなきゃいけないものとか忘れちゃう。これももうないペン。これは普通の、まあ、あの蛍光ペン。蛍光ペン、これも無印蛍光ペン買いました。そしてこのカラー可愛くないとかスヌーピー。でももうねピンクと緑しか使えないのこれ。黄色は使えませんが、このスヌーピーの可愛いやつを使ってます。これはね中学の時から使ってますね。でこれは可愛いから買った、このティガーのねグッズってなかなかないのにティガーが売っててこのペンを見つけちゃったんですよ。ジェットストリーム、これめっちゃいい。もう一個ジェットストリーム2個いらないのに。これはね中学の時になんか卒業記念品みたいなのでいただきました。名前が貼ってあるんだけど見える？私のね筆箱の中身は何回目だよね紹介するのってぐらいで紹介してるんだけど、これとかは一生持ってる気がする。映ってるかな、くるみって書いてあるの。これ 0.3 入ってる、これ 0.5 でも入ってないんだよね、これ買えないとね。でこちら、こちらも 0.5 だったかな、あ、これ 0.5 だ、これ 0.5 なんだけどね、すごく柔らかくて芯が、私はあんまり筆圧がもともと濃いのであんまり使いませんが、可愛いので持ち歩いてます。もう色が可愛いじゃないですかこれ、色が可愛すぎてなんか持ち歩いてます。これ何でもらったんだろうな、全く覚えてないんだけどね、なんかでもらったんですよきっと。ペン回すのうまやってた今、ペン回すのペンマスの下手だよ、これしかできないもん。っていう私の筆箱の中事情でした。でも筆箱変えたい、今変えちゃおうかな。ごめんなさい、そこにね。っていう筆箱事情でした。すごいこんな感じです。私はいつもてか、あのこれね、このねこの消毒液すごいんですよ。すごい、私がこんなね匂いがめちゃめちゃ高いね、高いんだと思うんですけど、なんでこれをこんないいものを持ってるかと言いますとね、私がね筆フラガールって出てたじゃないですか、いいね、その時にねいただいたんですけど、なんかこのねやつをね、そのフラダンスをしてくれた先生がねくださったんですよ。やばくないですか、口紅可愛いです、塗ってないです、ない、無色です。そう、これをくださった、消毒なの、そこのアルコール消毒、その時からずっと使っています。どんなカバンにも入れています、持ち歩き用です。絶対に持ち歩いてる必需品パート2、この春ヒロインのポーチ、これはですね髪の毛セット用のなんかこういうマスカラみたいなケープっていうんですかね、なんて言うんですかねこれ、ケープです。これいい匂いです、これもケープ。これも何も入ってない空のサキポにもらったミンティアと、私が普通に買ったミンティア、空の捨てろよなって思いますよね、私も思いました、捨てます。そして
アレルギー用の目薬、私はアレルギーがよく出るので目薬刺します。そしてピン止めたちです。以上、このポーチでした。あとはね、私のカバン紹介みたいになってる。歯磨きと日焼け止め、これがめちゃめちゃいい匂いなんですよ。このやつも、プラスちょっとよくわかんないんだけど、いつも持ち歩いてるホットアイマスク全然使ってない。もうね、ずっと入ってる、使わないのに入れてるから。あとこれはなんか何も入ってないのに入ってる、レナッチさんのポーチ、何も中に入ってないんですよ。これ何も入ってないのにね、持ち歩いてる可愛いから。以上かな。あとはティッシュとかね、そういうマスクとかが入ってたりしますが、そんなもんです。私の、見てください、これ見せたかな、荷物多いタイプ。私めっちゃ荷物多いんだよね、絶対にね。正直さ、あのティッシュとかはいるけどさ、そんなに、私2個ティッシュ持ち歩いてるのね、なんていうの、ポケットティッシュを2個持ち歩くんだけど、絶対そんなにいらないじゃないですか。ヒルドイド、ヒルドイドは持ち歩いてましたよ、この間まで。でもね、いらないってちゃんと気づいて、この間整理したんですよ、少なく。でこれがトヨタさんに、その名古屋の時に行ったんですよ。その時に作ったあの車です。かわいいでしょ、これみんなお揃い、学校中みんな持ってる、これ高校3年生、私の学校の高校3年生ほぼみんな持ってる。トヨタの工場に行かせていただいた時のです。ハンカチも持ってた、ハンカチも毎日持ち歩いてます。たまに忘れてね、本当にあちゃーってなりますけど、かわいいハンカチですよね。ハンカチがね、私いつも同じのね、3、4種類ぐらいはねローテーションしてる。かわいいでしょ。財布めちゃめちゃ褒められ、最近ねこの財布を見てめちゃめちゃ褒められます、かわいいって。鏡見に行こう、持ち歩くのやめた。鏡もう持ってないよ、偉いでしょ。でも鏡いつも持ち歩きたいんだけどね、鏡持ってると見ちゃうんですよ、私めちゃ鏡をね。だからやめました。これかわいい、春ヒロインの、これめちゃめちゃかわいい、いっぱい入るし、めちゃめちゃ入ってる。もうね、そんなになんで入れてるのってぐらい入ってる。カード、使わないカード、そう、全然使う、私全然カードとか使わないのに、もらったらとりあえず入れちゃうんで、カード入れます。でまだね、ちょっと黒の方のカバンもあって、そっちにもね、よくカバンを変えるんですよ、ちょこちょこ。リュックにしたり、こういうバッグにしたりとか。ね、使わないのは出した方がいいのね、本当に。でもさ、もしかしたら急に使うかもしれないとか思ったら、なんか出せないんだよね。でさ、そういうで出した時に限って使うじゃないですか。だからね、もうやめました、持っとくんですってなった。でも火災もめちゃめちゃ重いだから、リュックと肩掛け入れ替えるの大変じゃない？でも私はなんで入れ替えるの大変じゃないかっていうとね、もう全あのこっちのマスクとかティッシュは両方に入ってるんですよ。そういうの細かなものは交換しないのね。だからお財布と今さっき紹介したものたちだけを入れ替えるんで、ティッシュとかそういうのマスクとかも入ってるんですよ、反対の方にも。だからもうわって入れ替え終わっちゃうっていうことです。
わかる。クマミニバッグ派だよ本当は。でもねミニバッグじゃ収まらなくてね最近。一時期めっちゃ荷物少ない時期あったんだけど、そう最近また増えちゃった、なんかいろいろ持ち歩かなきゃとか思った。ケロッピとティガどっちが好きですか。ごめんなさいティガです。ティガが好きなんですよ私。そろそろ私はあの机の上を片付けなきゃいけない時期がやってまいりました。理由はテスト勉強ができないからです。しっかり片付けさせていただきます。リュックと肩掛けどういう気分で変えてるの。どういう気分だろうね。本当に気分なんだよね。あ今日はリュックで行こうとか、あ今日なんか着替え持ってかなきゃいけないからリュックで行こうとかかな。あとは普通に今日リュックの方がいいかなみたいな、何もなくてもそんな感じ。最近ドラマ見てる？見てない。もう本当にね何も見れて、テレビすらも見れてない。毎日片付けようね。はいいじけちゃう。はい片付けます。片付けるっていつも言ってない？言っちゃダメだよそれは。片付けてあげたい、片付けてほしい。男の中でも汚いとかじゃないの、汚いのもそうなんだけどね、汚いとかじゃないのもなんか狭いのよ机が今本当に狭いよガチで。みんなびっくりすると思うよ見たら。狭いのよ。あのテレビを置いちゃったのよあの机の上に。さあね荷物が置けなくなっちゃったんですよっていうことで狭いんです今にっていうことです。えびっくりすんのかな。でもこんぐらいだったら普通なのかもしれないよ、わかんないよ。机が悪い、そう机が悪いのよ。く言ってくれた猫またぎさん最高ですよ。よくも私の言いたいことを言ってくれたわ。使ってる、ずっと使ってます。最近あのスパイファミリー私もちょっと見ました。4話ぐらいまで見たかな。机で勉強しないの？もうね机で勉強しない、そもそも家で勉強しないっていう感じです。アーニャピーナッツが好き。チチ。やばいな。似てるわけないやろ。家で勉強するのテスト前だけなんだ。そう。そう家でなんか勉強しない、逆に優等生だね確かに。徹夜勉強、いやいつもは机が今まであったんですけど今回はちょっと机の上設置できました。アーニャピーナッツが好き。やばいよねあれ、できないんだけど。皆さんこんな感じでねめちゃめちゃ緩い配信ですけども皆さんが来てくれて嬉しいです。私さ本当に最近滑舌がさどんどん悪くなってさなんかダメなんだよね。今日も聞きづらいでしょ。なんか大丈夫、大丈夫でした？なんか本当に聞きづらかったと思うんですけど皆
皆さん今日も優しくしてくれてありがとうございました。また配信しますので見に行ってください。次はいつになるかな。でも来週もねやりたいなって思ってるの でもだいぶテストが近くなってきてるので、そんなちょっと長い間はできないですけど、来週も2回くらいできたらいいなと思います。来週も2回くらいします。3回できたらいいんですけど、ちょっと微妙そうなので一応2回ってことにしておきますね。とりあえず2回は目標にしてますので、ぜひ来てください。お願いします。そう、もうちょっとやりたい、本当はねみんなと喋りたい。もうちょっと皆さん楽しみにしていてください。テスト配信、勉強配信すればよろしい。私が集中できなくなっちゃうよ。という感じでもうランキング発表しちゃいたいなと思います。じゃあ10歳の方からいきます。10歳の方、ペンちゃんさんありがとうございます。にん11の方、ジュンさんありがとうございます。にん11の方、パパチンさんありがとうございます。にん10位の方、レンレンさんありがとうございます。にん9位の方、ヨマッチさんありがとうございます。にん8位の方、アリサちゃんありがとうございます。にん7位の方、デブニャンありがとうございます。イェイ。6位の方、タカヒロさんありがとうございます。イェイ。5位の方、タッティさんありがとうございます。イェイ。4位の方、プーさんさんありがとうございます。イェイ。3位の方、マッシュルームチさんありがとうございます。イェイ。2位の方、セイさんありがとうございます。イェイ。1位の方、ミッキーさんありがとうございます。イェイ。ね、本当に口の色なかったんだけど大丈夫かな、みんな大丈夫、口の色めちゃめちゃないけどいっか。まあこんな感じで、私もこんなね本当にスピンでねこんな感じなんですけど、皆さん今日も来てくれてありがとうございました。という感じでまた配信しますので皆さん見に来てくださいね。それではまだもし今オンライン話し会の申し込み中ですので、ぜひ皆さん来たいなと。オンライン話し会の時はもうちょっとちゃんと喋れますのでね、こんなにダラダラ喋ってないかも。なんかゆっくりショールームさ、ゆっくり喋っちゃう、すごい。でもオンラインの時はもうちょっとゆっくりじゃなくてハキハキ喋ってるので、ぜひ皆さんもうちょっとだけしっかりした私を見に、ミニとかしっかりした私とおしゃべりしにオンライン話し会来てください。お願いします。魔法の一つですけどね、カンヌも。今日はアーニャの真似する。アーニャ、ピーナッツが好き。似すぎてて困っちゃうね。声優さん出るのかな、グルミ。アーニャの声優やってるかもしれないな、自分。ね、こんな。びっくりしちゃったね、みんな。びっくりさせてごめんね、なんか。そっか、才能隠しちゃってて、なんか。申し訳ないわ、本当に。ごめん。ということで。本当にやばいよね、ごめんね。ということでみんないい目見てくださいの、見てください。では皆さん本当にまたありがとうございました。来週の配信も見に来てね。それでは配信切るまで3、2、1、おやすみ。